クリストフ・シャイナーは、神聖ローマ帝国の天文学者、イエズスカイシ、著述家。太陽の黒点を観測した最初期の学者の一人である。シュバーベン地方のマルクトワルドに生まれる。シュバーベン地方のディリンゲンにいた1603年から1605年の間に、製図用具のパンタグラフを発明した。1610年にインゴルシュタット大学に、 ヘブライ語と数学の教授として、不妊、1611年から弟子のヨハンシサットと共に、自作の望遠鏡で天文観測を始めた。同年3月、シャイナーは太陽の黒点を発見したが、彼はこれを太陽の衛星であると解釈した。この発見はイエズス会の信用を損なうものとされ、本名での発表は許されなかった。代わりに、 彼の友人が印刷して、ヨハネス・ケップラーや、ガリレオ・ガリレイに配布した。すでに1609年に黒点を発見していた、ガリレイは、自身の発見を盗んだものとして、シャイナーを非難している。彼は、ガリレイが求められなかった太陽の赤道傾斜角の値を求め、7度30とした。また、太陽黒点の観測に用いるヘリオスコープを発明している。パンタゼ。 1631天文学の本などを表したありがとうございます。